高2対若見、藤田、そしてセルジーニョ、クロス入れる、ファーサイド当たり落として決まりました。決まった。最後は浦田が頭で決めました。1点先制、松本山が前半の23分。浦田は今シーズン初ゴールということになります。これもファーだったんですね。今日は左からのクロス多かったですけれども、意図的にファールへ行ってるかなと思ったんですけれど、はい、これもキーパーを超えた背後だったですね。そうですね。